はい、では、今日はこちらのプレゼンテーションについて何かということを、プレゼンさせていただこうと思います。プレゼンテーションは何のためにするかといいますと、やはり自分の、語るストーリーによって聞いてくれた方に、行動していただくというのが目的になるわけなんですが、じゃあそのために何が必要なのかということが、今日僕が皆様にお伝えしたいことです。でまず何をお伝えしたいかというと、まず結論めいたところからいきなり、いきますけれども、このワオ、要は感動したり驚いたりするようなことが入っているストーリーを作ることにより、聞いてくれた方に行動してもらう、そんなプレゼンテーションをしましょうということを、お伝えしたいと今日は思います。でまずそのポイントとしては3つ考えておりまして、まず1つは、まず今も出ましたが、まずこのストーリーっていうものがまず一つです。そして二つ目としては、ここでは共鳴と実は書いているんですが、共感、どちらでもいいと思います。共感、共鳴。そしてもう一つは、見せ方。ここは魅力の見たと見るの見と二つ書いているんですが、見せ方と。この三つのポイントから今日はプレゼンについてお話ししたいと思います。で、まずこのストーリーということなんですが、まずこの聞いている方が、聞きやすいし、そして、結構関係してくるんですけれども、共感もしてくるということで、やはりこのストーリーっていうものはぜひ使いたいということ で、その中でもおすすめなのが三幕構成という構成を使った物語っていうものをおすすめしたいと思います。でその三幕というものは映画とかでもよく使われていまして、まずその状況設定っていうものがありまして、そしてその葛藤するっていうところがあります。そしてそこから最終的にじゃあどういう解決に行くのかっていう、この 1,2,3 幕っていうものを使って、その自分たちがどういう状況にいて、じゃあどういう感じで困ったり、さまざまなことが葛藤があったりとかして、最終的にはこういう解決策があるよというような、この映画でも使われている、神話の法則とも言われているんですが、この人間のこの潜在意識に流れていると言われている、この物語の構成の3幕構成っていうものをまずぜひ使うということをお勧めしたいと思います。そしてもう一つとしては、こちらの共感っていうことなんですが、やはりこの自分の伝えたいことを自分の言いたいように言うだけでは、なかなか人に共感してもらえない、共感してもらえないということは、人ごとなので、好きなこと言ってるなっていうだけで終わってしまって、ただ好きなこと話して終わるということになってしまうので、せっかくプレゼンをするからには聞いてる方にやはり行動していただきたいということで、このためには何が必要かというと、やはりそのただ相手の方を、想像するだけではなく、もうちょっと具体的に考えないといけないんですね。それは何を考えなければいけないかと言いますと、何をすればじゃあその方は、聞いている方は行動するのかということを考えることが、とても大事になっています。でこの中では3つの、人が行動するためには3つの要素があるというふうに言われていまして、まず1つは不安です。そしてもう2つ、2つ目はこちら希望、そしてこの愛着という3つ目があるわけなんですが、この不安と希望と愛着という点から、じゃあ人はどういうふうな不安があるから行動するんだろうかですとか、どういう希望があるからじゃあ動きたくなるとか、でもなんか愛着あるもののためには、例えばお気に入りのブランドとかがあったらついつい買っちゃうとかっていうものが、愛着ということなんですが、愛着に関してはまずその愛してもらおうっていうよりかは、まず自分の方が聞いてる方に、愛を与える、こっちからまず愛することによって、愛してもらいましょうというような感じなんですが、そちらと、ぜひ希望を、不安からちょっと脅しのような感じで行動してもらうということもありなんですが、できればこの希望というポイントから、こういう未来がある、こういう世界があるよと、こういうあなたが、こういういいあなたがいるよというような、そういう角度からぜひ伝えていただけると、よろしいのではないかなと思います。そしてもう一つ、見せ方というポイントなんですが、これはその、例えば今回はこのホワイトボードしかありませんが、スライドを使うとか、何も使わないとか、いろいろな状況があると思うんですが、例えば、その構成とかも含め、なんですが、例えば立ち振る舞いとかね、姿勢とかもそうですし、もしかすると服装とかも、関係してくるかもしれません。そういうのも含めて、見せ方ということなんですが、今日はその中でもやはりその何を語るかっていうところ、この物語の中で何を語るかということにも関わってくるんですが、そこについて、もう少しお話しさせていただこうと思います。でこの中でぜひ、聞いてる方に伝えておきたいのは、ここでも3つのポイントが実はあるわけなんですが、1つはそのプレゼンの目標ですね。プレゼンの目標、例えば、プレゼンのことをプレゼンしてちょっとややこしくなっていますが、今回僕はの目標はと言いますと、このワオっていうようなところを、織り込みまして、
で、聞いてる方が行動したくなるようなプレゼンというものをお伝えするっていうのが目標で、まあ、このプレゼンの中にワオが入ってるかどうか若干微妙なんですが、まあ、入れたらいいよということでした。で2つ目としては、まあ、その手立てということで、じゃそれをこうじゃどういうふうにすればそれ実際それができるよということが、あるわけなんですが、それをこう思考的な面からと感情的な面からと、この2つの面から考えていきましょうということがとても重要になってきます。これも先ほどの共感とも関係してくるわけなんですが、ただ理論的に正しくっても人はこう動かないということで、その人の感情的な面、心の中の内面の動きというものについても、深めて考えるということがとても大切になっていきます。そして3つ目としては、じゃあどのようにじゃあそれを最終的に実行してい いけばいいのかという、そこを語るということで、今回この、まあ、僕の今回のこのプレゼンの中では、この物語と共感と見せ方というものを入れていきましょうというのが、この、まあ、実行に当たるのかなというふうに、考えています。ということで、短いプレゼンにはなりましたが、今日はこちらのこのわお感動するような印象的印象に残るような、まあ、サプライズみたいなものがいいと、できれば本当は一番いいんですけれども、印象に残るような、物語ストーリー展開を作って、聞いてる方に感動していただき、まあ、そのための手段もね、講じていただいて、そしてぜひ聞いてる方が行動するプレゼンができるように、なっていきましょうということで、今日の僕のプレゼンを終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。わー。